55からのタケノコ生活。2月にインドネシアのバリ島へ10日ほど行ってきました。浜松から関空へ高速バスと空港バスで移動しました。フィリピン経由シンガポールで乗り換えと、時間はかかるがコスト最優先の計画です。シンガポール空港では夜12時着朝7時発で、トランジットカウンターは無人であり、自分で出発ゲート番号を確認して移動します。バリ島へ到着しました。まずはクタビーチを散歩です。なるべく人のいないところで撮影しています。片道5キロくらいずっとビーチが続いていました。地元料理とビールが美味しいです。初めてのサーフィン、1日2時間、それを4日間。しかしもう一歩でした。昼は地元料理とビールです。おやつのフルーツを買ってみました。レンボン岩島の一日ツアーに参加してみました。レンボン岩島へ船で移動です。午前中はシュノーケリング、しばらく水面からの海の中の景色をご覧ください。午後は陸上です。まずマングローブの林です。次に島内の名所巡りです。
しばらく景色をご覧ください。ツアーからホテルへ戻り、晩ご飯は軽くドリアンとフルーツのパックにしました。ドリアンは匂いが強いのでホテルではなく外で食べています。次の日はスキューバダイビングツアーです。ポイントのヌサベニダ島へ船で移動します。観光のそういうサーフィンのビーチっていうのはある程度認識されてると思うんですよね。しばらく海の中の景色をご覧ください。
ちょっとカメラが曇ってきました。ツアーからホテルへ帰ると雨でしたが、雨季でしたが、昼は晴れが多かったです。ダイビング後24時間は飛行機に乗れないので、最終日は海辺を散歩などで過ごしました。夜発の便で帰国です。さて、関西空港からは時間をかけお金を節約し、新幹線と比べて約3倍の時間と約半分の料金で、JR で天王寺駅にて乗り換えて、鶴橋駅で JR から近鉄へ乗り換えて、快速急行で青山町駅で後ろ4両を切り離し、伊勢中川駅で名古屋駅行きに乗り換えて、名古屋駅で近鉄から名鉄豊橋駅行きに乗り換えて、豊橋駅で名鉄から JR 浜松駅行きに乗り換えて浜松に帰りました。ご視聴ありがとうございます。終わり。